コウモリありがとう。こんにちは。コウモリコウモリでした。そう、ロキ星ハウスの YouTube が7時に上がったので皆さん見てくれましたか。第1回は私とイナユナとゲストにビビさんをお迎えして、箱の中身は何だろうなをしました。見てくださった方いますか。楽しかった。本当にビビさんのリアクションが上手で、すごい勉強になったので、次は自信が、次やるときは大丈夫だと思います。ゆなゆなめっちゃ面白かったよね。見た、あ、ネタバレになるから言わないけど、リアクションがめっちゃ面白かった。ゆなゆなぜひ皆さん YouTube で上がってるので見てみてください。面白かった本当に。喉は大丈夫。喉は朝起きたらめっちゃ、昨日の夜ぐらいからなんか痛くて、で今日の朝も痛かったけど、龍角散を食べまくったら大丈夫になった。だから今大丈夫。お、推しドリンク飲んでコースターゲットした、ありがとう。美味しかった。カルピスマンゴーソーダ美味しかったですか。風邪じゃないよね。風邪じゃないと思う。あの、熱はなかった。なかったけど、見て、家にあった、これ食べます。龍角散舐めるか、飴だから食べるじゃないか。うお、すごい美味しそう。あれかと思った、いっぱい入ってるやつ。おいしい。うん、月刊エンタメ葵さんと対談させていただいて、最近は告知が多くて混乱させちゃっているかもしれません。すいません。うんと、最近朝寒いよね。寒いけん布団から出れん。葵さんとお話しするのどうだった。やっぱり1期生さんだからもう経験がもう違うから、なんか視点が違うから、いろいろなんか勉強になりました。質問、気になってたこととかを聞いてみたりして楽しかったです。ぜひ皆さん見てみてください。確かにカニカニ。明日はオンラインですよ皆さん。早いよね。明日はオンライン握手会、来てくださる方いますか。明日の洋服決まりました。ヒントはオレンジなんか今変な言い方、オレンジ。ヒントはオレンジ。なんでしょう。もうすぐハロウィンやね。ほんと、あ、ヒント、やばい、あんまり言ったらダメだ。オンライン苦手なの、なんで。でも操作絶対難しいよなって思いながらいつもやっとる。
私は機械があんまり得意じゃないので、お楽しみに、明日のお楽しみ。明日と明後日で今年お話し会できるの最後。そうだよね、そうやん。うわうわ、もう喋り尽くして声が枯れるぐらい喋ろう、喋ろうね、みんな。もっとね、もう1時間、私はまだ1時間しか枠がないからあれだけど、今後ちょっと増えるように頑張りますので、皆さんいっぱい喋りましょう。その時はみんなどんな感じなんやろ。オンライン来ましたで、終わった後の心境気になる。こうやってヤッホーってやって、そのもう時間が終わった後ってみんなどんな感じそなんか気になった、急にあってなる、終わったってなる。なあたんって呼んで、呼んでください、ぜひぜひ。寂しくなる。そうだよね、私も時間が終わった後ふうってなる終わっちゃったって、ほんと1時間があっという間すぎてふんってなる。そんな感じかな、みんなも。虚無？虚無って読む？皆無？虚無？やばいやばい、また読めないのがバレちゃう。皆余韻に浸る？ああ確かに余韻ね。虚無、よっしゃ、あっとった世界が真っ白になる明日だね、楽しみ。でも今年っていうか最近は結構会える機会が多いですよね。だからうんそんなに寂しがらないでください、皆さん。君の名はナウ、あ、今合ってるのかな、金曜ロードショーってさっきちらっと見えた。もう会場話し会からどんぐらい、1ヶ月ぐらい経ったかな。早いね、こうやって時の流れは早いですくしゃみが出そう、花粉症かもしれん、当てらんかった。なんか最近みんな花粉やばいって言ってない？私は花粉症なんです、めっちゃ。だからあ、くしゃべれそうてらで、鼻がちょっとなんかムズムズするけん、もしかしたら花粉の症状かもしれん。お、オンラインはむずいのでお話し会に行きます、ぜひお待ちしておりますリセットの振り忘れてないいや大丈夫、忘れてないと思う。今月あんまりなかったから来月に期待ですねん何時間寝たいですか？8時間めっちゃ寝るねえ、目薬忘れたら萎える、めっちゃわかる今日めちゃくちゃ博多弁出てかわいい、え、出てます来月は七日のリセット見に行くね、お待ちしてます。リセットの方出るよって報告ができる日を待ちわびてます
10時間。でも本当私結構いつでも寝れる、うん、どんぐらいでも寝れるから、もう休みの日とかめっちゃ寝てしまう、何も予定がない時。明日急に休みになったけど何したらいいか、映画とか見に行ったらリフレッシュできそうか、マッサージとか。この前ね、話したか、幕張終わって帰ってきた日、次の日か、幕張の次の日にマッサージした、してもらった、オイルマッサージに行って、もうすごいめっちゃねリフレッシュできる、すっきりするから、おすすめ。体が疲れてる人、映画とか、映画館行きたいな。映画館の雰囲気がねめっちゃ好き。奈々ちゃんは自分のうちはすぐ見つけられる、すぐ見つけられると思う。うん、すぐ見つけられる。嬉しい報告がいっぱいでテンション上がった。よかった、嬉しい、私も嬉しい。体式マッサージに行ったよ。体式マッサージ行ったことないな。福岡行くんだけど、おすすめのカフェ教えてほしい。待って、カフェか。この前行こうと思ったけど人が多すぎて行けなかったところの名前がちょっと分かんない、大名にあるフルーツのケーキのお店、名前が分かんない、大名にある、大名フルーツケーキで調べたら出るかも。そこがね、私は行ったことないから行ってみたい。でもいっぱいあるよね福岡。あとなんかあるかな、カフェか、いっぱいあるからね、難しい。最近行ってないカフェ、最近はねよくもんじゃに行ってますね。東京にね、もうなんか暗くない？私だけ？充電器外しとこう。なんか暗くなった。何の話しとったっけ？東京でもんじゃ食べてからもうねもんじゃにハマっております。でみんなさ、あれ食べたことある？あれびっくり亭、びっくり亭ありますか？お好み焼きよりもんじゃ派、もんじゃ派かも。もんじゃね、もういくらでも食べれる、もんじゃ大好き。びっくり亭っていう福岡に、福岡だけかな、多分福岡だけのお店があるんですけど、めっちゃ美味しい。ニンニクたっぷり入ってて、お肉とキャベツだけで、めっちゃニンニクたっぷり、めっちゃ美味しいんですよ。最近ニンニク多いとあんまり食べれないから、次の日がねあったら、だけど最近行けて友達と食べに行ってきました。びっくりドンキーも好き、あとペッパーランチも最近好き。お肉系ばっかり本当にね、お肉大好き。うん、 2.5 人前とかある、あるある、美味しいよね ビクドンのイカフライマジで美味しい。食べたことない、ビクドン行ってないな最近。わあ、お腹空いてきた。辛いの得意、辛いのは苦手だけど赤辛
のお鍋は食べれた、この前。辛いのもうちょっと辛いだけで苦手やけど、赤からはね食べれた。でも3の辛さ。さっき言ってたのフルーツプラネットかザ、あ、じゃチームメッテ、わかんない。あのあれ後で調べて送りますね、メールか何かに。博多うまいもんいっぱい、本当に。そう、博多はね、福岡は美味しいものがいっぱいあります。ディッピントッツって何？わかんない。10月おしゃべり会時間あったからびっくりで行こうとしたけど人多かったからだね。人多いよね、結構びっくりで、なんか並んでるイメージある。ビリビリ可愛かったです、YouTube のやつかな。あれねめっちゃ怖かった、なんか目に見えない状態のビリビリってめっちゃ怖い。怖かった。もう顔がもうなんか眉間にしわ寄ってさ、やばかったよね。恥ずかしい。パンチョ、パンチョってナポリタンのお店行ったことある？ないかも。ないないない。パンチョ福岡ですか？わ、ナポリタン食べたい、パスタ食べたい。最近パスタ食べてないな。痛かった、痛かった。なんか結構余韻が残るタイプのビリビリやった。天ぷら平は行ったことある？天ぷら平は1回だけあります。もうなんかあのがっつきすぎて胃もたれしたのが思い出。ななかちゃん高校何年生だっけ？私は高校6年生。56です。あ、美味しいよね、平尾のイカのやつ。美味しい、わかる。油系がねちょっと苦手で、あの天ぷら大好きだけど食べ過ぎたらね胃もたれしてしまう。高校の一番の思い出は、うわ迷うな、うわ迷う、めっちゃ迷うけど、大きい思い出だと、うわでも、ま、めっちゃ迷う一番は難しいから何個か出すと、まず高校3年生の時にチア、あの応援団、応援合戦のチアをやってチア長をしました。それがめっちゃ思い出。あと高校2年生の時に修学旅行でスキーに行ったことが思い出かな。でもいっぱいある選べない。一番はもうスキーが4泊5日ぐらい行って、もうねすごい、もう筋肉痛になったけど最後の方はもうスースーって行けよった。スキー楽しい。あれから行ってない、修学旅行から行ってないな。スキーね最初は全然ね滑れんかったけど、2日目ぐらいからだいぶね滑れるようになった。修学旅行日本です。ダラララダラララ、チアダンス、チアダンスのねリーダーをやってみた、やってみた、やった、楽しかった。チャ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 
スキーはね、筋肉痛すごいなったな、その時。楽しかった。友達と、あとナイトスキーもあってめっちゃ楽しかった。最初はね、みんなね結構諦めモードをやったんやけど、あのスキーの滑れんすぎてもうやだーとか言いよったけど、2日目ぐらいになるとみんなねどんどん上達していって、もう上の方からビューって降りていきよった。スノボーはやったことないんですよね。スキー行きたいな。リフト怖いよね。怖い、落ちたらどうしようってめっちゃ考えて怖かった。ナイトスキーは、ナイトスキーのあの景色、リフトからの景色がもう最高でしたね。懐かしい。ペペペペペペペって、ココペやん。ペペペ、うん、スキーはね、修学旅行では長野県のスキーに行きました。スキー泊まるの難しいよね。ある、もうずっとやってないから、やりたい。スキー、お、ハートいっぱいありがとうございます。あとなんか冬の登校とかめっちゃ好きやった。なんかいつもはまだ明るいのに、冬になると日が落ちるのが早いから、なんかそれが好きでしたね。暗い中みんなで帰るのが。うん、かぼちゃありがとうございます。スノボーはできません。スノボーはやったことない。あんたは偉い、ありがとうございます。何が偉いですか。え、すごい、ナッピさんスキーの検定持ってるんだ。すごい、しべちゃんとコラボしてた時ネタにされてたものです。こんにちは。来てくれてありがとうございます。スノボ怖いよね。こんばんは。あ、久しぶりに見た、結婚してギフトありがとう。皆さん期待しましたか。考えとくね。へえ、すごい、一級か。そっか、北海道だからかな。すごい、ちょっと教えてもらいたい。お、ハートいっぱいありがとう。バラもありがとう。スキーウェア、なんか前載せた気がする、メールに。載せんかったかな。あの映るんですのやつ載せないかな。こんばんは。授業でスキーあるの羨ましい。確かにいいなぁ、授業でスキー楽しそう。お、11月のコンサート当選したから楽しみ。うーん、おめでとう、楽しみ。11月ってもうすぐだ、楽しみ。
ディズニーでチュロス食べ放題始まるみたいだね、だって。行きたい。すごい。マジ？めっちゃ行きたい。チュロス大好きだから。ディズニー行きたいな。こんばんは、こんばんは。うん、サンパレス当選おめでとう。誕生日の前日。おお、誕生日おめでとう。早いけど、ちょっと早いか。おめでとうございます。うん、ハートありがとう。だるまありがとうございます。かぼちゃもありがとうございます。あら、たたたたたんたん。 AKB カフェ行った？行ってないんです。行きたい、めっちゃ行きたい。お、亀子席たくさん撮ってください。かわいい写真。私絶対あのなんか動いてる写真、ブレてる写真多そう。なんかじっとしてる瞬間ないから、なんて言うんだろう、なんかわかるかな、難しいよね写真に撮ってもらうって。常にちょっと今回は、来月はちょっと全部あの半目とかがないように目を開けておきたいと思います。あ、検索しましたよ、もがみの中。お、サンパレス前方当たったのでモナ、ん？モカネを拝みに行きます。楽しみ。二つ半目効果、いい席になりますように。あのマネージャーさんが撮ってくれた写真があるんですけど、もうそれ見てたら自分やばくて、顔が事故画が多かった。だからちょっと反省をして、来月はちょっとしっかりあの事故画がないぐらいちょっと完璧にしたいなって思いました。お、前方当たった、おめでとうございます。うん、亀子席の方は皆さんね、お、ん、上手、撮るのが上手で全部保存しました。なんか光と一緒になってるのがあってめっちゃ良かった。動いてるの撮るの難しいよね、絶対絶対難しい。スポットライト2回目見たら最初ななかちゃん出てこなくてクビになったかと思う。やだ、クビにしないで。違うんですよ、あれは初回が2人で次からは1人ずつなんです。だから次回が私ですね、最初。喋らなすぎて首。でも今回は2は少し喋れたんじゃないかなって思います。吹き出しをいっぱい出してくれて喋ってました。また来週も楽しみに。サイレント見てないんだよね、そういえば。楽しみ、食べこせ。
今日見ようかなって思っとるけど、今日見てもしちょっと感動したら明日ね晴れちゃうなと思って迷っております。でもめっちゃ見たいから。牡蠣食べれる、牡蠣食べれます、牡蠣大好き。お、4公演当選しました。ななかちゃんに会えるの楽しみ、おめでとうございます。ぜひ会いましょう、楽しみ。初見です、こんにちは、こんばんは、こんばんはか。ななかに見つけてもらえるようにカメラになんかつけたいけど、ななかがいい。ななか、うん、ななかで気づくと思います。ちょっと配信終わったら見よっかな。サイレント、サイレント。お、21歳になりました、おめでとうございます。今同い年やね、21、おめでとう。一番好きなうどん屋はありますか。うわー、すけさんうどんが好き。中華まんは何が好き。肉まん、中華まん中華まんって種類何がある。一足先22歳になりました、お、おめでとうございます。私ももうすぐ追い越し、追いつきます。こんばんは。あ、ピザとかあんまんとかってこと。私は肉まん、普通の肉まんが好きですね。7回呼びしてもいいかな。ぜひお呼びくださいませ。巻きのうどんも好き、美味しいよね。やっぱ冬といえば肉まんとかよね。肉まんまん、ピザまん、私は肉まんですかね。お、巨峰いいな、巨峰食べたよ。ぶどう好きです、めっちゃぶどう好き。好きなお寿司はエビとサーモンが好きです、好きです。肉肉うどん行ったことない、食べ、あの見たことはあるんですけど行ったことないですね。もつ鍋食べたい、私はもつ鍋のもつ抜きが食べたいもつがね食べれないんですよ。サーモン好きそう、好きそう。サーモンとエビ、サーモンとエビしか食べない、お寿司屋さんに行ったら。つ鍋の最後は麺です、麺派。でももつ食べれないけど、もつ、もつ鍋の味が好きなんですよ。ただの鍋じゃん。でもね、そう、味がね美味しいんだよね。好きなおでんは、好きなおでんは大根がもう優勝、大優勝、大根で、2位は何やろう、でも大根しか食べない。難しいな、大根かな辛いお鍋食べれる、辛いのは多分あんまり食べれない。好きな卵は、好きな卵、赤卵ですかね。でもやっぱりあれですよね、冬といえばおでん、おでんの季節です
あとあれかも、あれ餅巾着が好き。屋台行ったことないな。うわ、すき焼き食べたい。いやー、お腹すく。しみしみ大根食べたい。福岡にしかないおでんの具ってある？あるかな。でも一緒じゃないかな。大根、筋とか。ポップコーンは塩派キャラメル派。私は絶対にキャラメルが好きです。キャラメル大好き。年末年始だけど お雑煮食べる。お雑煮食べます。毎年おばあちゃんの家でいつも年越しをしてて、お雑煮を食べます。キャラメルのポップコーンしか選ばない。キャラメルなかったら醤油かな。最近買ったコスメある？最近買ったコスメは、でもこの前紹介したやつ、リップかな。よいしょ。あ、ここにないかも。あ、あっちにある。あ、見えた。今あっちにあるのが最近か。最近じゃないけど、結構新しいメンバーはもう毎回で出てるけど、これがもう私のスタメンですね。あとリップを買いました。最近はこっちにあるんで、ちょっとまた次回次回お見せします。キラキラちょっとそろそろお腹が すいてもう喋れなくなりそうなのでそろそろ終わろうかなって思っております。頭から離れん。必殺テレポ読みます。13位、ガーロアさん、ありがとうございます。12位、タイスケさん、ありがとうございます。11位、タカフルさん、ありがとうございます。10位、ボラさん、ありがとうございます。9位、しのぶさん、ありがとうございます。8位、インテグさん、ありがとうございます。7位、お茶っぱタイムさん、ありがとうございます。6位、カイコーさん、ありがとうございます。5位、サシコのジモッティさん、ありがとうございます。4位、モガエモンさん、ありがとうございます。3位、マコさん、ありがとうございます。2位、コミさん、ありがとうございます。1位、イサオさん、ありがとうございます。皆さんいつもありがとうございました。イエイエイエイ。本当はね、配信しながら食べようかなと思ったんだけど、いつも食べてるやんって絶対言われるなと思ってちょっと食べる前に配信しました。もう10時になっちゃう。また見に来てください。私はサイレントを見ます。お、元気出た、よかった。そう、毎回さ食べてるから、ちょっと今日は食べないどこうと思って、さっきチョコ食べたけどおやすみ、いい見てね。みんな加湿、加湿、加湿、加湿をしてね。加湿、うん。
皆さん暖かくして乾燥しないようにして寝てください。ありがとう。また明日オンラインの方楽しみにしてるよ。待ってます。今日もありがとう。おやすみ。バイバイ。じゃあね。ありがとうございました。バイバーイ。じゃあねー。